はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はですね、なんと京都鉄道博物館へやってきましたね。はい、はい、リニューアルして初めて来るのですごい楽しみだね。はい、今日はですね、寺田さんも一緒に中回ってくるということなんで、はい、楽しみだね。はい、1年ぶりですね。はい、はい、じゃあ行ってきましょう。はい、ということでメインのところやってきました。はい、すごいね、うん、ライチョウとか月光とか500系あるよ。すごいね、これが500系なんだ。初めてこんな近くで見た。500系自体初めてだね。うん、すごい、かっこいいな。ベタベタしてるんですよ、ね、ベタベタしてるんですか。ベタベタしてる。ああ、人が触って、人が触ってベタベタしてる。あの、盛りやつがありそうだね。なるほど、なるほど。これが月光ですね。結構ドアップ。いや、いいね、かっこいい。ゼロだもん。かっこいいな。お、これは入れなさそうだね。うん、入れないね。あれ、入れないのか。DMH17B 型ディーゼルエンジンの動き様子がわかります。おお、動いてる動いてる。すごい動いてるね。あ、これがタイヤか。あー、そうだね。結構パワフルな感じだね。うん、すごい。非常事態ですか、英信先生。いや、非常事態ですか。押せるんだね、これ。押せるだけ。うん、そうか。なるほど。本当だ、今日暑いから。あれ、最近踏切ってこんな形になってるんですかね。なんか、うん、ランプみたいなデザインの。かっこいいね。すごいすごい。動力を伝える仕組みだって。ウエストジャパンサロンドナーブっていうのかな。この天井が見られるらしいんで行ってみたいと思います。うわ、すごっ。うわ、高っ。怖っ。結構綺麗だね、天井ね。230型233号機。かっこいい。おお、これがあれだ、歴代の蒸気機関車のプレート。すごいね、これ。こっから見るまでじゃなかったかな。2階から見た方が良かったかな、これ。 C63 の2階に向かってますね。すごいね、すごい新しくなって綺麗になって涼しくなったね。うん、だいぶ綺麗になりましたね。だいぶ綺麗です。僕もちゃんと見るの2回目なんで。あ、そうなんですね。はい、楽しみです。切符購入体験エリアです。こうやって、お、その子供、おい、あ、出てきたよ。出てきた。すごいね。すごい。ちょっと待って、パゴもやらせてもらっていい？パゴも。あ、出てきた出てきた。本物の駅では使いませんって書いてある。本物の駅だよね。一応でもちゃんと後ろ、ほら、裏、ほら見て、なってる、ほら、時期のやつになってる。本当は本物みたい。あ、これ中が見れんの。あ、これはすごい。見てみたい。あ、やってみて。おお、こうやって見れるんだ。おー、すごい。で、この速度は見やすいように本物よりもゆっくりにされてるみたいですね。あ、そうなんですか。はい、言ってました。素晴らしい。行き先が
新大阪って言ったよね。で10番って10ゼロ、はい、で上の起動ボタン、せーの、お、やった、あれあれ、線路2周できんだって。おお、どうした、大きいね、抱っこしてる、ミニカーして1700系。はい、エイシン君がこれから233系在来線運転体験シミュレーターを体験しますね。電車側を右側に18キロ、今90キロ、あ、制限速度超えちゃったやちゃん、超えてるやちゃん、そろそろと、あれだよ、そろそろ止める準備しないと、もうあと50メートルで早く、えちゃん、もうちょっとゆっくり、あー、オーバーオーバーラン205機、T51、205機、来年から本線を出てきます。これ修理完了したら来年から走るようになるよ。そうみたいね、義経号と C62、 今日はスチーム号になってるみたいで、でもこれ蒸気に注意しなきゃいけないんだよ。そうなの、これ火傷とかしちゃうとか、あそこに書いてあった。うん、蒸気機関車間からコに変わってますね、ここがね。いやー、相変わらず素晴らしい、素晴らしい景色。本日線からの鉄道足型体験の整理券をお持ちのお客様、1時30分よりお仕事体験が開始いたしますので、至急本線に対運転シミュレーター室の、あ、乗れるようになったの？うん、乗れる。こっから乗れるんだ。おお、あ、すごい、足がすごい。え、これ中も見れるの？わあ、すごいね。奇跡は奇跡。これだ。そうそう、でも長いけどね。はい、うちの奥さんが食べるドクターイエローオムライスですね。はい、ゆうしんくんはじゃん、義経号中華そばですね。イエーイ、どうぞ召し上がってください。はい、あ、起きるんだ私と寺田さんは梅麹千景シャコカレーですかね。千景、はい、多分千景シャコカレーです。千景シャコカレーこれをいただきたいと思います。このソーセージが機関車になってますね。これが車庫だ。この黒いのは何でしょうか。これはな、あ、これ、これが転車台。転車台。あ、これ転車台だ。なるほど。じゃあちょっとだけカレーいただいてみます。車庫と機関車と転車台。はい、黒いカレー。あ、甘い。全然辛くない。お子様も食べられるカレーですね。
はい、ということで今回は京都鉄道博物館でしたね。はい、白田さんもありがとうございました。ありがとうございました。2年連続でこの暑い中本当に楽しかったです。いや楽しかったですね。ゲシ君かなりへばってます。暑いね。暑い暑い暑いけど、義経と C62 が並んでおりますね。珍しい光景みたいなのでここで撮らせていただいてます。はい、今度は涼しい時にまた来ましょう。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。